すごく深くてどんな解釈もできる、ものすごい面白いんですけど、その難しさに愕然として、今の自分じゃできない作品、まあ杉本哲太さん演じる、ベンガルタイガーですね、ある米兵の手をね噛みちぎるという、これは実際に実在した事件がありまして、それをもとにこの作家が記録化してるんですけれども、まあ、その後トラが米兵に殺されるというところからスタートします。タイガーが、死後の世界に行ってから突然いろいろなことが分かり始めて、知識も得て喋り出すんですね。トラが喋ってるから面白いんであって、人間の、文明ですとか考え方とか価値観とか、そういったことをですね、トラの視点を通じて見つめていくという、戦争というものをあまり意識してない今の日本の若者似てるのかもしれないな。日常を過ごしてきた人間が戦場に行ったら、人間のどういう脆さが出るのか。やっぱり人間がしているその行為、愚かな行為というものをその客観的に面白おかしく見つめて、その人間のエゴみたいなものとか、人間のその愚かさみたいなことを描いてる作品だと思うんで。今の自分たちとは何なのか考えさせられるような、そんなお話です。初めて一緒に仕事する方たちと新鮮な気持ちで何か芝居をね、作品を作れたらという思いで、非常に緊迫した状況の中での話なんですけれども、非常に見やすい作品になるかと思います。年を越す前にもしよかったら一緒に素敵な舞台を見て、自分の存在意義を考えてみてはいかがでしょうか。バグダッド動物園のベンガルタイガー、12月8日から27日まで新国立劇場小劇場にて上演いたします。どうぞおいでください。